営みなんですけども、私が初めて渡くんと営みした時の方法がですね、まあ営みをしてました。やばいでしょ。皆さんこんばんは。今日は珍しく目にアイプチをつけていない元男の子の青木かのんです。どうでしょうか。目閉じたらいつもこうやってついてるテープが見えないですよね。私は自他ともに認める二重人間なんですよ。違うわ、奥二重人間なんですけども、目つきが悪いんですよ、いつもすっぴんだと。で、最近ですね、よくコメントでかのんちゃんアイテープ、そのアイプチか目立っちゃうからちょっと考えた方がいいよみたいに言われて、じゃあちょっといろいろ考えるかと思っていろいろドンキとかでアイプチ探したんですけども、結局いいの見つかんずに、今日ちょっと恐る恐るアイプチを外した状態で今撮ってるんですよ。だいぶほら目つき悪いでしょ、ここほらね。本題に入ります。タイトルにもあります通り、私たちの営み感について今回はお話ししていきます。私はですね、今付き合ってる彼氏の渡るくんとですね、営みに関して3つの約束をしています。まずですね、最初に皆さんにお伝えしておくのが、私は営みが嫌いよりの苦手です。散々 YouTube で動画出してるくせに説得力ねえよって思われちゃうでしょ。証明しますよ、私がいかに営みが苦手かと苦手かどうかを。まず以前お付き合いしていた元彼と別れた理由が、まあ、営みレスだったんですね。私がなぜここまで営みが苦手かっていうと、まあ元々性別が男性なんですね、見ての通り。今女として生きて、で体もちゃんと女性のように手術して変えてるわけですよ、股間とかも。ただ男性とお付き合いして、その自分が女性としてその男性の前に立ち上がったかる時ですね、なんか複雑なんですよ。女になった自分がすごい恥ずかしいっていうか、これどうやって伝える？女になった自分が恥ずかしいってどういう意味だって思うでしょ。女として受け入れられたいのに、いざ女の体の部分を相手に女として認識されると、すごい拒否感までいかないけども、なんかすごい変な感じになっちゃうんですよ。その元彼はですね、私と真逆でして、めちゃめちゃ性欲強かったんですね。同棲してたんですけども、私と一緒に寝る時はもう常に、ねえ今日もダメなのみたいな感じで言ってくるんですよ。で、私がごめん、ちょっとそういう気分じゃないんだっていう感じで、後伸ばし後伸ばしみたいな感じになったんですね。で、挙句の果てには元彼は中国人のマッサージに行き始めるんですよね。私はそれはなんか黙認してたっていうか、自分がこうさせてしまってるから、で、これ以上ですね、相手のストレスを溜めさせたくないなと思って、私から別れを切り出しました。素晴らしいお方だったんですけども、そこの部分が難しかった。私が営みが苦手な証明パート2。以前も動画でお話ししたと思うんですけど、私飲み屋で働いたんですよ。そこはですね、女性として私は、まあ、いわゆるスナックというところで働いたんですね。同伴とかアフター的な、まあ、デートですよね。なんかそういうことをしなきゃいけなくてですね、性別を隠しながらアントニオさんっていう方とちょいちょい会ってたんですよね。最初のうちはカフェとか、まあ、普通のそのご飯屋とかで住んでたんですけども、だんだんと向こうがその私に求愛してくるようになってきてですね、ちょっと疲れたからホテルで休憩しない？ええみたいな、いや同じホテルはちょっとあれなんでみたいな言ったんですよ。そしたら、別に変なことしないからホテルでゆっくり話そうよって、な、いろいろ食べ物も食べながらさ、あ、分かりましたって言ったら、アントニオさんは案の定脱ぎ出しまして、やばいぞこれは、私まだ手術してないしな。で、結果から言うと、そこで私はポコチンがバレてしまい、絶句したアントニオさんは、私がラブホでシャワー浴びてる最中に逃走するっていう、まあ、大事件あって、まあ、動画以前出したんで、よかったらそれを見てください、詳しくは。営みとか、まあ、そういうところ重視する方だったら、特にポコチン早く取りたいと思うんですよ、やっぱり女として受け入れてもらいたいから。でもそこを私は重視しなかったから、そこまでポコチンを取ることに行き急いでなかったんですよね。だから、まあ、そういうトラブルがあったんですよ。で、渡るくんとのお話に入ります。私はですね、以前の動画でもお話ししたんですけども、渡るくんと未だに営みは1回しかし
捨てません、え、わたるくんかわいそうじゃないとか、そう、彼氏さんはじゃあどうしてるのみたいな質問とかお言葉いただくんですね。正直そこの部分に関しては私はわたるじゃないんで本心はわからないんですよ。普段からあんな感じで、真面目な人なんですよね。なのでエッチなお店に行ったりとか、なんかそういうのはあんまりイメージつかないんですよ、わたるくんは。ただ昔の LINE のタイムラインとかを見ると、バーベキュー女の子たちと行ってきたぜみたいな、なんか写真とかあったりして、まあ、普通のやんちゃな男の子みたいな時期もあるわけです。まあ、今は仕事で渡るも結構忙しいし、まあ、私は渡るくんの付き合ってる相手なんで、なんか彼女って言えって感じですよ。だからそういうとこが恥ずかしいんですよ。まあ、私は渡るの彼女じゃないですか。その立場から見ると、まあ渡るくんは自分やりたいこといろいろ自己投資にいっぱいなんだろうなみたいな、なんかそういう感じがするんですね。で、私が渡るくんに伝えてる3つの約束ですね。付き合う前に個室居酒屋で宣言をしております。1つ目、営みはあんまりしたくない。2つ目、キスも苦手。3つ目、手をつなぐのもあんまり好きじゃない。いや、お前それ付き合ってねえじゃん、ビジネスカップルだろ、だからって、まあ視聴者さんに思われちゃいますよね、このままだと。一つずつですね、宣言に対してのわたるくんの回答を私がお話ししていきます。まず一つ目のその営みが嫌いについてなんですけども、わたるくんからの回答は、いいよ今はそこじゃないからって言ってくれたんですよ。私からしたらもうこれ完全なる自虐になってしまうんで、あんまり気分良くないんですけども、所詮元男の子なんですよ。わたるくんはまあ男性だから、で今まで女性といろんな人と付き合ってきたわけで、私みたいなこの変化球が変化球を受け入れてくれるぐらいの器なんで、もうそこじゃない領域なんですよね、多分わたるくんにとっては。もうなんだろう、 そこは重要じゃないみたいな。でですね、その営みなんですけども、私が初めてわたるくんと営みした時の方法がですね、発表します。なんか今日前髪調子いいんだよな。驚かないでください、私はわたるくんと営みするときに服を着たまま営みをしてました。やばいでしょ、やばいってだから。怒ってるよ、怒ってるんだよ。だから私はもうこうやってまあスカートとか履いて、でわたるくんとこの営みをしたっていうことですよ。もうそれ以来何もしてない、3、4ヶ月、うん、持ったかなぐらい何もないんですよ。そして2つ目のキスも苦手に対してのわたるくんの返答は、え、ほっぺもダメです。で私は、あ、ほっぺだったらいいよっていう回答をして、あのたまにほっぺにあの接吻をいただきます。手をつなぐことも好きじゃないっていうことなんですけども、もう小学生だって手つないでるよって感じでしょ。で私苦手なんですよ、だって手がでかいんだもん、手がでかいんだもん。いや普通の男子と比べたら別にあれですよ、大きくないですよ。ただ女性にしてはなんかスポーツやってた女性みたいな感じじゃないかなって思われるような気がして、それですごいあの自分の中でコンプレックスがあるんですよね。だから街中でなんか誰かに背が高いとかいろいろ、あ、なんか、ね、やってたのって言われた時は大体女子バレー部でしたって言ってます。実は私わたるくんと手をつなぐ動画を撮影してたんですよ。ただめちゃめちゃ恥ずかしくて、私がお蔵入りにした動画があるんですね。もうここまでこんなにぶっちゃけてんだったら、もうその一部を今からちょっと皆さんにお見せします。どうぞ。なんで俺がこっちから、え、待って、内側から外に巻きたいのさ。どうしよう、この企画やめる。下手くそじゃね、え、ぎこちねえ。え、こうやって握んの。こうでしょ。そうなの、恋人握りってなんかよくあのドラマで言う、あの恋人握りはこうでしょ。あ、でもちょっとあのまだあの早いです、はい、ね、ちゃんと手つないでますから、まあ、自分の中では YouTube の撮影だし視聴者さんにいいとこ見せたいから頑張ろうと思ってたんですけども、やっぱ無理だみたいな。で後半ですね、発作が止まらなくてこうなりました。うん、
つなんですよ。で、渡るくんもドン引きしてましたからね。すごいそれを感じてました。せっかくの横浜のデートスポット行ったんですけども、周りのカップルたちはなんかこうイチャイチャしてね、してる中私だけ、それほど自分が女として認められることに対してのまだ違和感を感じてるんですよ。あー、これね、伝えばら、わかんないわかんない、なんで伝えばいいのこれ、この感情わかりません、自分にも。まあそれが私なのかなっていう感じで思ってください。ただ言っておきますけども、ビジネスカップルではありません。変なカップルです。もしこの動画が少しでも楽しかったよっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。